ピースの角度は30度。どうもイケリヌです。今日はですね、私が念願やりたかったことをねやろうと思います。待って、もうめっちゃ緊張するんですけど。実はですね、今 T シャツを着てると思うんですけど、ここにね、じゃ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 ーん、見えますか、タピという文字があるんですよ。なので今日はですね、タピオカ屋さんの店員が全員 YouTuber だったらみんなは気づくのかドッキリっていうのをねやっていきたいと思います。あ、すごい、なんかみんな拍手してくれてる。はい、ということでね、今日はたくさんのゲストがいるんですけれども、呼びたいと思います。謎の譲り合いが。こんにちは、えっちゃんです。ハロハロ、こんにちは、ゆんです。どうも、かすです。はい、ということでですね、えっちゃん、ゆんちゃん、かすちゃんに来てもらいました。で、実はですね、この3人だけじゃなくって、今回はですね、超大型ゲストに来てもらっています。じゃあ、お願いします。入るから、視界の角度は270度、はじめ社長です。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、このみんなで視聴者さんを騙していきたいと思います。それでは、レッツラゴー。え、やばい、こんなにレッツラゴーやってもらってめっちゃ感動。で、今日はですね、結構ゲストがすごく多くて大規模な撮影なので、カコチンにお手伝いを依頼しました。だからカコチンはですね、店内をカメラ持ってみんなの様子とかを撮影したりとかしてもらって、あと実はですね、ナオさんにも手伝ってもらって、タピオカの店員屋さんとしてみんなで頑張りたいと思います。はい、ということでですね、今控え室的な感じでロケ車にね乗ってます。ここでですね、みんなでくじ引きをして、はい、一人ずつゴミ出しをしたりとか補充しに行ったりとか、バレるかどうかっていうのをねまずやっていきます。はい、これ一人目は嫌だ、やりたくない。まず一人目はですね、ゴミ回収をしに行ってもらいます。で、一応ですね、ここに今パソコンがあって店内のね様子が見れるようになってるんですよ。だから見ながらこう大丈夫かなっていうのをね、残った人たちは見守るっていうような感じでやっていきたいと思います。私は今タピオカ屋のバイトです。気持ちの問題だからね。気持ちの問題、います。行ってきます。行ってらっしゃい。見てるよ。見てる、見守ってる。え、ここにいっちゃんが出てくるってことでしょ。やばいやばい。どこ、ドキドキ。ドキドキドキ。あ、来た来た。え、違和感はないんですよね、なんかね、意外と。でも派手髪が合ってるんでしょうね。確かに。でも全然お客さんそっち見てないもんね。まだ見なさそうですね。うん、あ、いけたいけたいけた。すごい、全然バレてないと思う。大丈夫、バレてない、大丈夫。もうめっちゃ堂々としてた、大丈夫だった。堂々としてた。あのね、みんなね、タピオカを取るのに必死だったから、目を合わせなければ平気そう。確かに。じゃあ次のミッション、机を拭く。まあ後ろ向けますね。あ、この前いけそう。はい、まぜまぜしました。じゃあ私から引きます。いけ。あ、ほんとに。引きます。はい、せーの、ゆんちゃん。いや、ゆんちゃんはバレそうだな。声を出さずに、声がなければ大丈夫だけど。わー、ゆんちゃんだな。ゆんちゃんだな。どうですか。よし、じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ゆうこちゃん行ってる。あ、行ってる、行ってる。あ、でもあそこで結構お客さんがいるのかね。あ、あ、会議、会議できた。え、でもなんか振り返られてたよ。え、どうかな。あ、戻ってきた、戻ってきた。あ、戻ってきた。おかえり、おかえり。早い、早いかな。早い。ゆうちゃん多分バレてた。お店の一番後ろに並んでた人が、やばい、ゆうちゃんって言ってた。やばい。今カコチンからラインが来て、ユンちゃんバレてます。で、次のミッションはですね、入り口の掃除です。あら、難易度が上がりましたね。本気で。じゃあまずお願いします。はい、はい、やったー。せーの、
じゃあ、いらない。早い早い、足早だね。いつもあんな感じなんで、それで多分。ね。やばい。あ、いないいないいない。めっちゃ飛んでる。いいじゃん。こっちかみたい。あ、うまいことかわしてますね。いや、うまい。上手上手。あ、来た来た来た。来た来た来た。あ、来た。うまいうまい。モード入ってた。すごい。すごい。上手だった。上手だった。ちょっともう、インのオーラを発揮してきた。あれだったか、プロだったもん。え、4つ目何でしたっけ？次はですね、カップ運びです。じゃあ、行きます。せーの。はい。やったー結局やるんですよ。あ、そうだそうだ。フリっていうことで、じゃあ、任せました。頑張ってください。入った入った入ってきた入ってきた。すごい速い。速い。あ、走ってる。お、速い。速い。お、中入ってたね。すごい。すごい。貢献してるね。ねえ。お、速い。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 速すぎる。速かった。プロなんかめっちゃ勤め慣れてる店員さんのオーラが出てた。最後いきますか、はじめさん。はじめさん、バレそうな気がするんだよな。バレるよ。バレるよ。いや、ちょっとできるだけ頑張ります。店員としてなぜかタピオカを買ってなぜその設定にしたのか。じゃあ、はい、マスクをつけますか。あ、つけます。でもまさかいるとは思わない。確かに、確かに。渋谷は真ん中だよ。いるわけない。いるわけない。じゃあ、タピオカ回収してまいります。いらっしゃい。怖いよ。どこどこ、あ、どっちか。めっちゃ目立つ。いや、見られてます。ほら、見られてます。振り返ってる。だってどう見ても違うもんね。ほら、あるな。確かに。一人だけ浮いてるもん。やばい、やばい、やばい。ほら、覗いてる、覗いてる、男の子。わー、ほんとだ。早っ。あ、やっぱわかるんだね。これ、店内の声も聞いてみたいな。確かに、どうぞ、うせそう。どうなの今。あ、結構ここにいるね。出るね。あ、出る出る出る。ただいまです。どうでしたか。なんか、え、絶対はじめ社長じゃねって言われて、あ、はじめ社長だって言われました。なんかメンズはちょっと厳しいかもしれないってね。厳しいですね。終わった、ミッション。あれ、タピオカ。あれ、タピオカ、え、あれ、タピオカ、はじめさん、私たちのタピオカ違うんです。なんか店員さんにタピオカどこですかって聞いたら、隠れててくださいって言われて、なんか持ってきてくださってるみたいな。どこにあるんですか。よかった、よかった、よかった。うまそう。すごい、すごい。やった。いろんな味のがあります。映え感すごいけど、すごい。それの代わりにフルーツがパパパパって入ってくるの。これがイチゴか。イチゴかわいい。かわいい。映え。これがですね、黒蜜ミルクだそうです。いただきます。いただきます。え、うまっ。めっちゃ美味しい。今のでね、とりあえずゆんちゃんとはじめさん以外は結構バレてないから、さらに次は攻めていきたいと思います。次は何をやっていくかというと、もう今度2人ずつ潜入して、その人たちはずっとそこにいたまま、他の人がまた2人入ってきてっていう感じで、で最後1人入ってバレるのかどうかっていうのをね、やっていきたいと思います。まあそんな感じで、じゃあやっていきたいと思います。はい、まずはですね、私がね、かかるように決めました。はい、はい、えっちゃん、はい、えっちゃんがお茶とか、あとタピオカを運ぶ係をやってもらいます。それからゆんちゃんがシーラーって言ってね、ここのタピオカのこの上のこれを貼る係をね、やってもらいます。手から熱出せるんで、こっち私にしかできないんで。はい、じゃあそんな感じで2人には頑張ってもらいたいと思います。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。お願いします。で、そしたらですね、次は私とカスちゃんが出ます。はい、私がですね、レジをやって、カスちゃんはあのフロア整列だから、店内をぐるぐるして、あ、こちらですみたいな。そして最後、はじめさんは車内に取り残されるわけなんですけど、一人になっちゃうんですね。様子を見て、外で呼び込みをしてもらいます。なるほどですね。でもここがバレたら、
こか終了なんで、まあ、そうですね、はい、攻めの姿勢を崩さずにそうですね、攻めていただければと任せてください、はい、今どんな感じだ、始めたの、あ、二人入ってる、え、でも馴染みすぎてわからん、ね、馴染みるね、いい感じに今いい感じに、今のうち行きます、じゃあ行った方がいい、行きますか、いってらっしゃいませ、じゃあ行きます、行ってらっしゃいませ、行ってきます、バレてなさそうな気が、行きますよ、なんかみんなすごい馴染んでるな、今はどうかな、一人になっちゃったようこそ、ようこそタピスタへ、キャンペーン中です、ようこそって感じです、では最終兵器これ行ってきます、ということで、どうでした皆さん、楽しかった、楽しかった、本当に懐かしい気持ちになりました、バンドしてる、そうだね、あーそっかそっか、確かにもう私必死すぎて何も覚えてないカスちゃんがいくら言われても返事しなかったから、途中で雪入れた雪入れた、めっちゃ名前出してたお客さんもいい人ばっかで良かったですね、うん、あー確かに、なんか暴力とかなかったし、あと意外とはじめさんの声が本当に大きくて、うんうん、私レジにいたのにそこまで聞こえたからすごいと思って、うんうん、結構声でかいんで、ちょっと枯れてません、いやそんなことないですよ、まだ出ます、まだ出ます、はい、ということで、それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それからみんなのチャンネルは下の概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバイ。バイバイ。ラストはいっちゃん。